中木実ノル12月8日台は、日本の版画家、沖縄県出身、愛称で牧年と呼ばれる。1953年、沖縄県の離島、伊勢名村実着に生まれる。幼少の頃から、絵や工作が大好きだった、牧年は、画用紙が足りなくなると、おばさんに頼んでセメント袋や肥料袋を切ってもらい、画用紙代わりにしていた。茶色の紙を束にして、小脇に抱え、 何時でもどこでも絵を描いていたという。さらに、田んぼの片隅で一人黙々と何かをしている。僕年少年。農作業に忙しい大人たちは、片目で見守りながら好きなようにさせていた。作業を終えたおばさんが近寄ってみると、粘土で馬や牛や魚など造形物を作って整然と並べていたという。あまりにも、たくさんの数だったので、気持ちが悪いくらいだったと。 おばさんは後に話している。1968年、16歳中学卒業。島には中学校までしかないため、沖縄本島へ渡り、工業高校のデザイン科を受験。一浪して入学。1972年、工業高校を卒業し本土のデザイン専門学校へ通うも、高校時の授業内容の繰り返しに落胆。沖縄に帰る。1974年、 デザインプロダクションに就職。広告や印刷業界でイラストレーションが注目され、話題となる。クライアントの要望に合わせて、7、8種類の絵を描き分けていた。1979年、工業高校時代の友人とデザインプロダクション、プロジェクトコアを設立。T シャツブランド、アブバックスを立ち上げ、得意なイラストを武器に観光業界に参入。 1982年、微動シリーズを主としたイラストレーションも、精力的に制作する。その線描画は後に、リトグラフやセリングラフィーの作品として世に出る。1983年、仕事の過程で、初めて版画と出会い衝撃を受けた。一生関わっていくという確信があったという。その頃、知人から胸方志向の版画集を譲り受け、さらに衝撃を受ける。 版画制作に没頭しそうな予感がして、多忙な会社経営などの諸事情によりあえて版画を封印する。1985年、セリグラフィー作品、レッドシーサーを皮切りに作品を量産する。1987年、環境が整い本格的に、基版画を開始する。1990年、初の古典開催、版画家木年を世に知らしめる。それから数年後、 木版画で、裏手彩色という、同じ技法から、南の胸方志向と呼ばれる光栄に授かる。1999年、日本の美百選、胸方志向編出演。2003年、写真集、胸方志向イ久保ボ彦シヒ文掲載。2012年、極上美の響き演胸方志向、筆心の作を掘る出演。2015年、 この年の時点で2000点を超す作品を生み出し、現在も精力的に版画を掘り続けている。僕年の作風は作品全体を素材がうねり踊るように配置し熱帯の色を大胆に散りばめるという奔放さにその特徴がある。これは制作時に作家が独特の気分を自らに乗せていくことで作品が生み出されるというものだ。この気分は四縮する。 宗方思考の作風に影響を受けており、版画を彫るスピードと、一気化成に塗り上げる裏手彩色法にその調査を見ることができる。この手法は、制作論や思想とも関わりがあり、作家や作品を語る上で重要である。制作論で言えば、牧年は最初からテーマを持って作品に取り組むことは、ほとんどない。牧年の頭の中には、順序があり、例えれば、 自動販売機の中にある缶ビールが順序よく出てくるというのに似ている。目の前に出てくる作品を仕上げないうちに後方に待ち構えている作品に手をつけるわけにはいかないのである。それではなぜ作品には順序があるのか。それは僕年自身も半然としないという。僕年にすれば作品自体は描かれぬ前からすでに存在しており。 制作は降りてくるそれを受け止めるに過ぎないからである。僕年は自然対象物の素材を描くのに実際にそのものを見たり写真を参考にしたりするということがほとんどない。これは上述のように降りてくるものを形にすることに起因している。そうであれば描かれた自然対象物に多少の不正確さが出てくることもあり得るわけである。ところが、 作品のモチーフが一旦降りてきて、それが逃げてしまわないうちにものすごいスピードで作品を彫った結果というのは、まずもって自然形態における色や型の正確さに裏打ちされており、これはこれまでの即興制作でも証明されている。例えば、大小円管という縦 182cm 横 1092cm の大作があるが、これは海中のパノラマを描いたものである。 この作品は2週間ほどで一気化成に仕上げられたものであるが一枚の半木から次の半木に移る制作のつなぎ目は僕年自身の感を頼りに彫り続けられた驚異的な作品である。ちなみにこれを見た海洋学者は魚や海の状態が正確に描かれてことに驚嘆した。魚や海藻、岩などの形や色が 海底から掘り出されたようにみずみずしく描かれていたのである。これを映画監督の辰村人志は、僕年の驚異的なパフォーマンスは、脳の記録というより人間が太古よりもともと持っていた身体性の記憶だと語り、現代の文明社会に生きる人間たちの中では、消滅しかかっている能力だと意味軸も指摘した。僕年は、自然界の生き物たちに人間が及ばないことを力説する。 ところからも自前の思想を引き出す。例えば、ギリや恥を覚えて、獣や生物と、どうたけ同等になる。という、ギリ恥の思想だ。人間は生き物たちと違って、野生の自己責任から免れており、社会に保障されている以上、道徳、秩序や法律など、社会の維持のための義務を果たさねばならないという言説は、もし、人間がそれができないならば、 自らの命を自らの責任で受け負い生きている生き物たちには及ばないと結論づける。他僕年美術館があるアートコロニアから建物自体も僕ミノルによるデザイン。1990年デパートリューボー初の古典開催。1990年から1997年全国118カ所で精力的に展示会を開催。 1996年、プティミューゼ美術館1997年、広瀬川美術館1998年、北九州市旧文字税館、伊勢丹美術館新宿店1998年、太宰府天満宮宝物殿2000年、明治神宮宝物殿、エイブラムゲイリー2001年、青山スパイラルガーデン2004年、タオル美術館、浦添市美術館2007年、日本文化会館、 在来館民国日本大使館広報文化院、ホングスゲイリー2008年、明治神宮宝物殿、四文革美術館2010年、六年美術館開館、企画展を定期的に開催。2014年、大歌謡2016年、東大阪市民美術センター、C の紀芸品館、ギ銀ホール、徳島県郷土文化会館2017年、 愛媛県美術館1988年、FM 沖縄ラジオ、歌謡ステーションパーソナリティ1989年、NHK 沖縄テレビ、ドーンと沖縄ユンタク TV 司会1993年、NHK テレビ、琉球ポップ台風上陸出演沖縄テレビ、人間万歳安への息吹出演1995年、NHK テレビ、人間マップ出演1996年、 NHK テレビ、日曜美術館、出演1997年、TBS テレビ、ニュース23出演1999年、NHK テレビ、課外事業、ようこそ、先輩出演2001年、NHK テレビ、緑輝く島で、出演2002年、NHK テレビ、巨樹たちの時間出演2003年、NHK テレビ、未来への公開出演2004年、 NHK テレビ、トップランナー出演2006年、日本テレビ、沖縄楽園スタイル、内野アティン出演2007年、NHK テレビ、夢の美術館、世界の四方工芸百選、出演2008年、NHK テレビ、アースウォッチャー出演2012年、NHK テレビ、極上美の響き園出演2014年、NHK テレビ、インタビューここから出演 ありがとうございます。